パート2、アイミーム電気 VS ガソリンガチンコ勝負。今回はですね、三菱アイ、これのガソリン対電気です。形はほぼ一緒だけど中身は全く別物ってことですね、はい、そうですね、で、馬力も64馬力で一緒です、はい、その装備品ですね、どういうものがついててなくなっててっていう、そのまあどんだけ装備品が違うのか。片方はエンジンだし片方モーターだから結構違うと思うよ。ですよね、なのでその辺をですね、ちょっと木下さんとチェックしたいなと思います、了解。電気自動車、これはガソリンエンジンはないわけですよね、はい、ただし向こうのガソリンと同じ位置にこのモーターキャパシタがついてる、モーターがあると。こちら側が家庭用コンセント、はいはいはい、ゆっくり充電するタイプですね。そしてこちら側がこれ急速充電です、30分で 80% の充電ができるらしいんですよ。ラジエーター水なんですよ、これも、はい、この辺にもなんかラジエーターコアがある。こっちの方がなんかガソリン車なんじゃないかなって思っちゃいますよね、本当ね、これ同じものがついてるんですよね。やっぱりしっかりと冷却はしなきゃいけないんですね、この車。やっぱりこれはバッテリーはどの辺に積んでるんですか。バッテリーがですね、66個のセル、はいはい、まあ、合計で200キロ分ですね、重量にすると、はい、がこの床下に入ってるんですけど、床下ね、はい、この運転席周りの足元の空間っていうのは特にガソリン車と違いはない。これ後ろも変わんないですね、足元特にこうなんか高くなっちゃってるとか。でも66もあったら狭くなってるんではないでしょうか。いや、なってないです。なってない。さあ、まずはね、こう各部の違いをチェックしたわけなんですが、はい、それで思ったのはね、この i は最初ガソリンエンジンでデビューしたけれども、実は電気自動車にした時のことを考えて開発されていたんではないだろうかと。なるほど。ミッドシップ出たっていう最初は喜んでたけど、実はこれが完成形なのかなという気がしますね。なんかこの楽しみになってきたところで、はい、早速走ってみましょう、はい、走り見れば分かると思いますね、はいはい、電気 VS ガソリン、まずは加速勝負。アイミーブです。まあ電気自動車ですね。まあエコ車っていうとやっぱガソリンの向こうターボでしょ、それにかなわないんじゃないかと思いでしょうが、実はですね、馬力も64で一緒ですが、こっちはトルクはすごいです。モーターのトルク倍あります。負けないでしょう、やっぱりこれはね、もう現役ですから。あの、新しく出てきたかもしれないですけど、これ現役代表としていってみます。ガチンコ勝負スタート。あれ、最初の一歩から負けてるんじゃ、ここから伸び、ちょっと電気の方が早い。あ、もう引いてる。うわ、すごい伸びる。あ、逆転、逆転だ。逆転したぞ。逆転。やった。さあ、アイミーブどうよ。これちょっと不思議な感じですね。なんか新幹線のぞみに乗ってるみたい。でもこう不思議な感じですね。本当静かですし、なんかね、なんとも言えないあの滑らかな、永遠に伸びていくんじゃないかっていう加速感。あれはちょっとやっぱガソリンではない感じ。そうね、その逆であのターボに乗り換えると、もう最初のスタンバイをしてる時点でなんか古くないかみたいな、なんかこのブル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 振動があるわけ。あ、アイドリングのそのブーっていう。そう、今までもうガソリン想定派だったのに、もう最初のあの瞬間で、あれ、なんか時代が変わっちゃってるって感じ。続いてはガチンコ勝負、恒例のツインスラロームバトル。走り加速はね、少し鈍いのでそこが問題あり、それから200キロ近いウェイト増、それをですね、この低重心化とあと前後重量配分の良さがどこまで補うけるかと。あの電気の方に比べるとこっち200キロ軽いです。約200キロ、これはすごいでかいですね、重量の差っていうのは。加速はやばいんだよね。お、もうないぞ。2台の装着タイヤは同じ。コースは黄色のパイロンで間隔が広まる変速ピッチ。ターボがリードしたものの、 U ターンポイントでミーブが並んだ。よし、
ットワークがいいぞこれ。パイロンの間隔が狭まるところでもミーブは安定。ここでミーブがリードする。おお。勝ったぞおい。負けちゃった。勝ったぞ。どうよアイミーブ。なんか結構違いますよね。違うね、あの、はい、ハンドリングが素直でしょ。はい、ね、重さとかは全然感じないですね。アイミーブからターボに乗り換えると、まあ単純にちょっとまずフロント荷重になってアンダーになって、その分ブレーキなりでスピード殺さないと入りづらいし、ね、これは後ろがなんか重たいのこう振り回してる感じがあって、あの映像を見てもらうとアタフタアタフタしてる、ね、イナーアクションになったり。そうですね、そんな感じでしたよね、うん、はい、加速はもちろんターボの方がいいんだけどね。オーナーの中、中はそのロールの量も少ないですし、切り返しのこのフットワークっていうのは結構決まるんですよね。ただこれ200キロ近く違うわけでしょ。そしてそのロールが大きくなったり、こうそれによって G で飛ばされたりね、限界が下がるはずなんだけど、逆に少ないぐらいですよね。少ないね、安定してるし、はい、ハンドリング素直。いやこれはね、そこそこ行くとは思っていた。だけど勝つとは思わなかった。旋回の部分でだけで言ったら結構差はついてる。大きな差があるね、その前後の加速でターボ頑張ってるけど、はい、もうパイロンの中だけ言ったらもうこんな差があるんじゃないの。そうですね。あれ俺らの気持ちは電気になびいてます。